よっしゃ。おやすみなさい。ああ、今季一発目のちゃんとした桜マス長考に向かってます。きつー。もうね、このテスト勉強の一夜漬け並みのこの胃のムカムカ感というかね、この逆流する感じ久々に味わってますね。さあ、今年はまだ全然超過情報がないんですけど、そのね、第一陣を切るべく海に向かってます。頑張りましょう。お願いします。おはようございます。さあ、サーフでスタートしたいと思います。なんかね、来る途中磯が人気そうだったんですけど、サーフは全然人いないです。まあ、まだ早いのかもしれないけど頑張りたいと思います。まあ、最近は去年同様、パールピンク、グロー、アスリートの14ですね。こいつでやっていきたいと思います。いくぜー、開幕。今年はまだかな。まあ、言うて去年もね、釣れ出したのほんと3月の末ぐらい。そっから一気にドドドってでかいの釣れてたんだけど、今年はさらに遅いのか。マジで誰も人いねえもんな。うわ、いた、跳ねたよ。いるやん。絶対いるよ。17SSV で、なんぜ今年も連れてきてくれ。魚を、連れてきて。なんだこれは。雨、桜、
行こう行こう。おっしゃー、一発目いたぜ。やぜー、よっしゃ、今季1本目やっぱり片口やったぜ。まだいるよ絶対、さっき跳ねたのもっとでかいよ絶対。よっしゃ連発、マジ？いいサイズ。いいサイズか。さくらか。おお、ぶね。引いちゃい引いちゃい、よっしゃ、こいこいこい、うわ、つい、よっしゃ、きれい、あざっつ、2本目きた、早いよ、最高最高最高だぜ。貸し切りの貸し切りサーフで、さくら2本、17片口最高、絶対溜まってる、まだ、ふふ。今何時だった？写真後で見よう。サイズアップを、サイズアップ信じて。正直ね、もう寝不足できついから痛くねえって思ってたんだけど、もうね、本当にこんな適当なアクションで釣れるんすよ、タイミングさえつかめば。嬉しすぎ。海がいいぞ、海のこと知らんけど、マジでね、明るくなってからなんか海良くなってる気がするよ、気がするか、気がするだけ。ちょっとルアー変えよう。今年やっと手に入れた14の片口、こいつで、こいつの方がね、ロッドとしてはベストなんですよ。よいしょ。言うてね、僕が釣れたってことは多分周りも釣れてんじゃないかな、今日。
よっしゃ、いった。痛いぜ。うわ、気抜いてたら当たった。スレっぽいな。3本目スレではない。これはすぐやった方がいいかも。まだ来てる群れ、ちっちゃいサイズ、ちっちゃい群れなのかな。やっぱ天気最高、周り人いない、しかも連発、気持ちいい。一旦これやったら血抜きして、休憩するか。よし、ラスト。マジ？ラストって言ったよ俺。ハハハハ、4本目来た。ハハハ、ラストって言ったのに釣れちゃうんかい。まあサイズは同じぐらいかな。ちょっとサーフは満足したんで初見の磯に来てます。今後のねポイント開拓というか兼ねて、まあ
日登ってからは磯の方がいいかなっていうのもあるんで。隣でやってた2人も多分ずっと時間かけてやって反応なかったんだろうな。まあ雰囲気は悪くないから時期見て来るのはまあありかな。要検討。よし、移動。